カスタムクラブです。急遽ねオーナーさん決まりましたのでちょっと多数ねちょっと問い合わせちょっとありましたんで、エアタスの方ですね、その辺のちょっと説明の方ねさせていきたいと思います。で今このこの車両自体についてるエアタスのアームごと書いてるんですね。こんな感じで、で今こんな感じになってて、どういう動きをするかっていうのをちょっとね解説していきたいと思います。で今現状ね、まあこれちょっと置きますけど、ね、エアバッグがこう車高が下がったらね、こんな感じですね。こんな感じ、極端に言ったらこんな感じに、ね、なっていくっていうね。で今度は逆に上がっていったらこれがこう。感じになるっていうところ、ちょっと一回動かしてもらっていいですか。一回今前下げになってるんで、ね、上に上げてください。乗ってくれてもいいんでね。はい、今ね上がっていきます。できるだけ上がるだけ上げてもらえたら、後ろもね、あんな感じだから。で今、ストロークで言ったら16センチ、18センチはね、もう全然普通にあります。今、こんな感じだから。で、後ろはね、見えるから、ちょっと覗いてますね。単純ですよね。このエアバッグが、板バネの間に挟まって、で、このボディを上に押し上げてるっていうかね。そして空気を抜いて、下に下がるっていう感じですね。で、これ空気、ケツだけ下ろしてもらっていいですか。ね、約ね、ストロークね、18センチ以上ありますね。約20センチぐらいあります。ここまで下がってしまう、はい、でフロントも一回扉閉めてもらっていいですか。で下げてください。まあまあ重たい分こうやってね速くなっております。はい、でもう一度ね上げたりしてみたいと思います。上げてください。後ろ50ぐらいでいくわ。後ろ50の前をもう100、まあできたら70ぐらいまで入れてほしいけど、後ろはねダブルエアバッグになってるんですよ。これがシングルエアバッグで、でこれダブルエアバッグになってるんですよ。ストロークがねもう倍ぐらい違うんですよね、もうそれだけで。でまあね、そこまで後ろに関してはね、ストロークもあってダブルっていうことで、ね、軽いんでね、後ろはエンジンとかそういうのは、ね、2台だけなんで、かなり軽く上がったりするんですよ。ただ、二重が軽いんでね、下げるときにゆっくり降りる、落ちるっていう感じ。今いくつ？でフロントは今いくつぐらい？フロント何倍です？はい、前が150弱です。もっと入らん。あ、今ちょっとまだね、やっぱりエアサス空気の関係で今 OK です。でまあね、乗り心地もねバッチリです。これで走れるんでね、全然普通に走行できますんで、はい。でこれが、うちのねエアサスの構造になってますんでね、ちょっとねもうオーナーさん決まってしまったんで、ね、申し訳ないんですけどね、もうちょっとこの辺ちょっとどんなエアサスが付いてるかっていうので説明してほしいっていうね、問い合わせがね多数ありましたんで、ちょっと
こうやってね、動画の撮らせてもらってますけど、あのもうこの車両に関してはもうごめんなさい、もうオーナーさん決まりました。もうはい、ありがとうございました。もうちょっとね、もうちょっとで、ね、おいででもよかったんですけどね、あの宣伝になるんでね、申し訳ないです。はい、最後にじゃあ全下げしてください。はい、じゃあ最後全下げして終わります。めちゃくちゃ下がりますね。はい、こんだけ下がりますんでね、またね、ね、車両の方入ってきたらまた接続したりするんですけど、また持ち込みどえね、カスタムの方もやってもらってますんで、ぜひねお気軽にお問い合わせください。それではね、急遽ちょっとね、あのエアサスのね、あの仕組みどうなってるかっていうね、そういう動画でした。ありがとうございました。それではね、もう多分ね、近々なくなりますので、この車両。はい。じゃあ、またお会いしましょう。バイバイ。